皆さんこんにちは、アーロンシンです。今回は OG ビーフ 200g を使い、フライパンで肉じゃがを作っていきます。鍋で作るよりも短時間で簡単にできますので、ご参考にご覧ください。それではレッツゲットスタート。まず材料を切っていきます。この日はあまり大きなじゃがいもがなかったので、小さめのものを3つ皮をむいて、それから切っていきます。食べやすい大きさに切っていくのが結構大事です。ある程度の大きさに切り分けたら器に入れていきます。それから人参は同じように食べやすい大きさに乱切りにしていきます。で、これをですね、ボウルに一緒に入れていきます。私はこの時はですね、簡単な即席蒸し器を使いですね、炒めて煮るのではなく、じゃがいもと人参は蒸すことにしました。その方が形をとどめることができ、栄養素も外に逃げないからです。その間に玉ねぎを食べやすい大きさに切っていきます。自炊を始めて初期の頃はよく指を切ってたんですけれども、最近はもうほとんど切ることはなくなりました。まあすごくその玉ねぎの切り方がうまいというわけではないんですが、やはり慣れで切ることはなくなりました。で、ある程度食べやすい大きさに切った後はフライパンを熱して、まず牛肉を入れて玉ねぎを入れて一緒に炒めていきます。まあ、使うのはごま油ですね。ごま油をまんべんなくなじませて、それからまず牛肉入れていきます。牛肉は特にカットせずに入れていきます。そうですね、牛バラ肉なんで特にまあバラさなくても、まあ、ほどほどの大きさにはなってますので、そのまま入れていきます。まあ、牛肉から出る油を生かしつつ、玉ねぎと一緒に炒めていくことで柔らかくしていきます。まあ、ちょっとしばらく炒めた状態がこんな感じになりました。まだ玉ねぎにちょっと芯がありますが、牛肉には大方火が通っているような感じになりました。牛肉と玉ねぎだけで炒め物を作って、よくご飯にかけて食べることもあるんですが、今回は肉じゃがなのでさらに調理していきます。人参とじゃがいもを蒸した状態ですね。これを、まあ、脇に置いてしばらく次の出番を待っています。で、一通り牛肉と玉ねぎに火が通ったら、じゃがいもと人参と一緒に入れていきます。まあ、今回はフライパンで作る肉じゃがなので、このような形になっていますね。まあ、鍋で作った方が美味しいのか、その辺はちょっと私もよくわからないんですが、まあ、昔はよく鍋で作ったんですけどね、まあ、フライパンで作る方がまあ結構楽なような気はします。で、お好みで私は椎茸入れてますね。この辺りは他に、そうですね、白滝入れる人もいれば、しめじ入れたりとかね、舞茸入れるのもいいんじゃないでしょうか。で、材料一緒にした後ですね、まあ、大体水を足していくんですが、水はまあ大体かぶる程度入れていきます。その後にお酒ですね、砂糖を入れて、まあ、逆でもいいんですけども、まあ、このお酒と砂糖を入れておきます。私はまあいつも黒糖ですね。で、適当にこんな感じで混ぜていきます。
まあ、このあたりは鍋の方がやりやすいのかもしれませんね。フライパンだとこぼれる恐れがありますし、もうすでに端っこの方に玉ねぎがですねこぼれて落っこってますが、この後にまず醤油入れて少し醤油をなじませていきます。全体的にまだこうやって見るとじゃがいもと人参はまあ多少火は通ってはいるものの形はとどめています。まあ人参はあんまり形が崩れることはないんですけども、じゃがいもは形をとどめていますね。でこれで一緒に煮ながらですね、いりこだし、まあ何でもいいんですが、本だしでも味の素でも何でもいいんですけども、ちょっと風味のあるものをですね加えていくといい感じになります。でこれで一緒にフライパンで煮ていきます。いい感じで煮立っています。お肉はしっかり色が変わりましたね。ここで一通り火が通っていい感じで煮えました。まあ、やはりじゃがいもは形をとどめていますよね。結構牛肉が 200g あるので結構ボリュームあります。まあ、ちなみに肉じゃがといえば使う肉は牛肉なんですけれども、まあ、北海道では豚肉を使う方も結構いらっしゃいます。まあその方が安いし手に入りやすいというのもありますので。これで出来上がりです。まあ、結構簡単に作れますので、よろしければ作ってみてはいかがでしょうか。今回の動画が少しでも参考になったと思われる方は、いいねボタンをお願いいたします。このような自炊動画もアップしていきますので、よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。